サウスビグラスは日本で活躍したアメリカ産の元競争馬である。引退後は種ボバとして活躍した。エンドスイープ初期の代表産区で2002年から2003年にかけてのダート短距離路線で活躍し、GI を含む8つのダート短距離重賞を制覇した。主な戦績に2003年の JBC スプリントがある。主戦騎手は柴田義富。 1998年のデビュー以降ダートの短距離を中心に出走し2001年2月の柏ラステークスを制してオープン入りし2001年末までに22戦8勝2着6回という成績を収めたここまでの勝ち星はすべてダートの1200メートル戦で上げたもので1400メートル戦では7007敗1600メートル戦の 武蔵野ステークスでは14着とダート戦で唯一の2桁着順を経験している。2002年、6歳になってサウスビグラスは本格化する。年明け初戦のガーネットステークスこそ、ブロードアピールの2着と敗れるが、続く、ネギシステークスでは、前年のフェブラリーステークス優勝馬、ノボトゥルーを尻け重賞初制覇、初めて1400メートル戦を克服した。続く、 フェブラリーステークスでも1600メートル戦、GI 初挑戦ながら6着に粘り込み、得意のスプリント戦に戻るや、黒船賞で、前年の JBC スプリント優勝馬のボジャックに1.6秒差を、付け解賞。続くカキツバタ記念、北海道スプリントカップクラスターカップでは、それぞれコースレコード、日本レコードコースレコードと強さを見せつけた。その後に骨折が判明したため目標であった。 JBC スプリントへの出走はかなわず休養に入った。サウスビグラス不在で行われた同年の JBC スプリントは、サウスビグラスが連勝中に破ってきた馬たちが上位1着から4着を独占した。骨折から復帰した翌2003年には、ネギシエスと北海道スプリントカップをいずれも休み明けとなりながら連覇。北海道スプリントカップ後にも、 軽度の骨折が判明し、またも、休み明けとなった東京坂月では、旗のアドニスの2着に敗れて、連勝を6で止めたが、引退レースとなった JBC スプリントでは、マイネルセレクトの猛追を花差しのいで優勝、GI 制覇を成し遂げるとともに、当時北斗ベガが持っていたグレード制導入以降の中央競馬所属馬による通算最多勝利記録に並んだ。 本場が優勝した第3回 JBC スプリントには、第1回と第2回の JBC スプリント優勝馬に加え、第4回を制することとなるマイネルセレクトや、第5回 JBC スプリントで2着3着になる馬などが出走していた。引退後は、静内スタリオンステーションにて、つなぎをされていたが、その後、アロースタートに移動した。 2007年にファーストクロップとなる3区がデビュー。同年6月5日に、旭川競馬場でマイアミフェスタが3区初勝利を挙げ、11月18日に京都競馬場で行われた2歳未勝利戦をドキャーレが制し、3区が中央競馬で初勝利を挙げた。その後、地方競馬で順調に勝ち案を増やし、ナーファーストシーズンリーディングサイヤーとなった。 また中央でも9位につけている。2009年1月7日、船橋競馬場で行われた船橋記念で、スパロービートが勝利し、3区として初の重賞勝利場となった。12月16日、川崎競馬場で行われた全日本2歳優勝にて、ラブミーちゃんが勝利し、3区として初のジェイプニー勝利場となった。こうした三区の活躍と比較的安価な種付け量から、 人気を集め、2010年は、種付け頭数が213頭と、日高地区で最も多くの種付けを行った。2012年、2015年から2019年には、地方競馬、リーリングサイヤーとなっている。2018年1月26日、長閉塞による戦痛を発症したため回復手術が行われ、その後は回復に向け静養していたが、 同年3月4日18時50分頃、死亡。ラブミーちゃんコーリンベリー東ウィルインフトジは、GIQ 競争は、地方重症。ありがとうございます。